それで目が覚めたらビーチに寝てた。はい。それも全裸で。はい。でも自分には全く身に覚えがない。はい。もう少しマシな言い訳をするか、おとなしく罪を認めてくれねえか。お前みたいな日本人が後を絶たねえおかげで俺は飯食う暇もねえんだ。嘘みてえな話だってのは自分でも分かってるよ。だけどしょうがねえだろ、マジな話なんだからよ。薬物反応もなし、ラリってたわけでもなく、全裸で往来をのし歩いたわけだ。変態って言葉は日本発祥らしいが、さすがは本場だなあ。聞けよ。だから俺は被害者なんだって。身ぐるみ剥がされたんだよ。パスポートも財布も着替えも全部取られちまったんだって、あいつに。よう、ごめんください。ごめんなさい、ちょっと待って。お目にかかります。あかれさ、どちら様？はい、いやこりゃうめえや。よかった、ちゃんとした料理を出せなくてごめんなさい。いやいや、すげえごちそうだよ。景色もいいし。それよりすまねえな、突然押しかけちまって。びっくりしました、茜さんの息子さんだなんて。息子か。どうなんだろうな、自分でも全然実感ねえんだけどよ。そうなんですか。なんせ生まれてこの方、会ったこともなければ顔も見たことなかったからな。それに俺にとっちゃ町のババアたちが母親みたいなもんだった。だから俺にとって茜さんは実の母親っつうよりも俺の大恩人が惚れた人って感じなんだ。だからこいつを茜さんに渡してあげたくてよ。それは？その大恩人の位牌なんだ。生きて会うことは叶わなかったけど、せめてね。そう。しかし俺の方こそ驚いたぜ。茜さんにメイドがいるなんて聞いてなかったからよ。メイドっていうほど本格的なやつじゃなくて、買い物とか家事のお手伝いって感じかな。本業は大学生で、留学でこっちの大学に来てるんです。なるほどな。そうだ、名前聞いてなかったな。改めて、俺は春日一番ってんだ。あんたは？千歳って言います。よろしくな、千歳さん。それで、茜さんはいつ帰ってくるんだ？今日は戻らないって聞いてます。帰りは明日になるって。
だから今日は泊まっていってください。お部屋も用意しますから。そうか、何から何まですまねえな。いや、明日会うのか。腹くくったつもりだったが、またそわそわしてきたぜ。はい、お酒でも飲んでリラックスしてください。おお、ありがとな。パイナップルのワインか、こりゃうまいな。ハワイの隠れた名産品なの。気に入ってもらえてよかった。いや、もう飲むもん食うもん全部うまいよ。さすがハワイだ。じゃあそんな春日さんにとっておき。ねえ、ハワイといえばラム酒、サトウキビから作ったお酒ね。これすっごい美味しいの。こりゃまた強いの来たな。ラム酒好きなんて千歳さん、あんた相当酒豪なんだな。春日さんこそいい飲みっぷり。体もすごい鍛えてそうだし。私マッチョな人好きなんですよね。そりゃ光栄だ。あの千歳さんよ、ちょいと近くねえか。そう？そうだとも。あんたみたいな素敵な子がそんなんだと、野郎ども勘違いさせちまうぞ。好きな人とは距離近くなっちゃうんですよね。春日さんいい人そうだし安心しちゃう。あ、やっぱりすごい鍛えてる。ボクシングとか？いやいや、そんな大層なことはしてねえよ。あ、つか、やっぱ近いって千歳さん。おいおい。やっぱり春日さんっていい人。ねえ、春日さん。なんだい。茜さん、今日は帰ってこないんだけど。俺は飛んだ過保問題、ハワイに来た甲斐があったって問題。本当に嬉しいぜ千歳さん。でもすまねえ、俺は心に決めた人がいるんだ。恋人さん？だったらよかったんだけどな。嫌われちまってよ。なら別にいいじゃない、バレるわけでもないんだし。いや、これは俺の心の問題なんだ。すまねえ。やっぱり春日さんっていい人。ごめんごめん、今のは情報だ。ちょっと悪乗りしすぎたね。飲み直そっか。はい、改めて乾杯。これさっきのラム酒だよな。大丈夫かな。何言ってんの、男見せろ春日一番。よし、そうだな。よっしゃ、乾杯。これは強烈だ。千歳さん、あんたまだ平気な。なんだこれ。さすがにすきっぱらに飲みすぎたか。すまねえ千歳さん、グラス落としちまって。千歳さん、最初からこうしとけばよかった。え、おやすみ春日さん。
こだここ。Surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか？その後、30分にわたり市街を歩き回り、駆けつけた警官に現行犯逮捕されて、ここにいると。俺はただ、茜さんの家を探してただけなんだ。茜さんか。生き別れの母親に会いにわざわざ日本から来て、メイドに身ぐるみ剥がされたっていうのか？頼むから信じてくれよ。信じてくれ？お前、自分の状況が分かってるのか？すっぱだかどころか、財布も ID もパスポートも持ってない。お前はジョン・ドゥってわけだ。日本じゃ、七死のゴンベイだったかな？そんな奴の言うことを誰が信用する？あとお前にできることと言ったら、その母親ってのに連絡して代わりに罰金を払ってもらうくらいだな。電話くらいは貸してやるぞ。番号知らねえんだよ。連絡の取りようがねえ。ふん、頼れる当てすらないか。じゃあ何でもいけるな。え？何がいいかな。せっかくだ、なるべく重たいやつがいい。あったかな。おい、どうした？ああ、そうだ、あれがあった。半年前のことだ。観光地にほど近いリバーストリートで強盗事件があってな。被害者は金品を奪われ、その際全治3ヶ月の大怪我を負わされた。何の話してんだよ。しかし現在まで犯人検挙には至らず、事件は迷宮入りしてる。この凶悪事件の解決は警察の威信に関わるのに。困った話だよな。話が一向に見えねえぞ。簡単だ。お前にその犯人になってもらおうと思ってな。はあ？お前の入国時期を証明する手立ては何もない。筋書きならいくらでもでっち上げられる。市民は凶悪事件の解決を知り安心できるし、警察はその威信を保てる。いいことだらけだろ。てめえ、あった、いいぜ、手を挙げてくれてよ。その方が好都合だ。取り調べ中に暴行に及んだ凶悪犯、俺の筋書きにリアリティが加わる。ドラマはリアリティがないとな。せっかくだ。他にも何件か行き詰まってた事件があるんだ。その辺もお前の仕業ってことにしといてやるよ。そうだな、何、ひっくるめて懲役20年ってとこだ。かたや俺は署長賞は固い、昇格もあるかもな。俺は日本の中でもそこそこ物騒な町で育ったんだよ。
あんたみてえな悪党もなかなかいなかったぜ。そりゃ光栄だ。さ、立て。しばらくは留置場でおとなしくしといてもらうぞ。そうそう、おとなしくしとくのが賢いやり方だ。これ以上罪を重ねたくはねえだろう。さあ来い。なあ刑事さんよ。ああ、あんたなんで警官になったんだ。そりゃ市民の安全を守るために決まってるだろう。他に何がある。はあ、話にならねえ。なあ、俺が昔日本でヤクザやってたの知ってるかい。そういや背中にご立派なタトゥーが入ってたな。凶悪犯にはお似合いだ。ヤクザってのはな、法律無視するのに大した抵抗ねえんだ。覚えとけ。ああ。オラ！ホーリー！アバよ！ストップ right there! Hey! We got a runner! Stop! な、くそ！なんでこんなことに。とにかく捕まるわけにはいかねえ。どっか逃げねえと。 I'd stop if I were you. あのパトカーはまさかもう手回ってんのかよ。 You're a deep shit, pal. Don't do anything stupid. We're gonna lock your ass up. You're not getting away. You can't run foreverDon't do anything stupid! We're gonna lock your ass! Here he is! Get him! Kso! Freeze! You're not getting away! フリーズ。ホールダー。たく、浜の英雄が何やってんだ。荒川真澄が泣いてるぞ。久しぶりだな、カスカ。え、キリュウさんですか。他に誰がいるってんだ。あ、いや、ずいぶん雰囲気が違うから。これでどうだ。本当にキリュウさんだ。でも、なんでこんなとこに。話は後だ、もう片方も外す。手出せ。はい。すげえ。キリュウさん、こんな器用だったんすか。まあな。来い、こっちだ。なんて俺を言っていいのか。キリュウさん、本当にありがとうございました。まったくだ。おかげで俺も逃亡ほう助の犯罪者だ。本当に申し訳ありません。冗談だ。はめられたんだってな。とんだ災難だったな。まったくです。それよりどうして俺が捕まってるのが分かったんですか。俺は今ハワイである仕事をしててな。
まあ、人探しだ。それで街中の情報にはアンテナ立てていてな、たまたまお前のことが耳に入ったんだ。そうだったんすか。キリュウさんがハワイにいてくれて命拾いしました。それにしてもその仕事ってのは。俺が戸籍上死んだことになっているのは知ってるな。はい、ご家族を守るためと。死んだ以上俺はもう存在してはいけない人間だ。だから俺は今ある組織の管理下にある。大道寺一派、日本の政財界に絶大な影響力を持つ、いわゆるフィクサーだ。大道寺一派。俺は一派の命を受けてある仕事についてるんだ。早速ですが、仕事の話です。写真の人物の発見と身柄の確保をお願いします。一派が関わるような人間には見えねえな。何者なんだ。そろそろ懲りてほしいですね。その手の質問に答えたことがありましたか。聞いてみただけだ。パスポートは来週までに用意します。もちろん偽名ですが。パスポート？ええ、その人物はハワイにいるはずです。ハワイ少しはやる気が出てきましたか。それでこっちに。キリュウさん、そんなにハワイに来たかったんですか。まあな。それでさて仕事に取り掛かろうって時にとんだ邪魔が入ったってわけだ。本当にありがとうございました。このご恩はきっちりお返しします。何でも言ってください。負傷数が一番、微力ながらお手伝いさせていただきます。まずは自分の心配をしろ。濡れ衣を着せられたにせよ、警官殴って脱走したことは事実なんだぞ。じきに指名手配される。しばらくは俺といろ。ただ金は貸してやれるが、パスポートまで取られたのは相当厄介だぞ。星の顔はバッチリ覚えてるんで、とっ捕まえて耳揃えて返してもらいますよ。それにあいつに言いてえこともあるんで。居場所は心当たりあんのか。いや、それがさっぱりで。まずは茜さんの家に行ってみるしかないかなと思ってます。なんか手がかりが見つかるかもしれないんで。道順は覚えてるか。え、まあ多分なんとか。なら道案内は頼んだぞ。え、乗せてってもらえるんですか。本当に何から何まで。あ、肩揉みましょうか。事故るからやめてくれ。ありがとうございます。いや、すんませんでした。体が軽いな。
雨か。の、スコールってやつか。ハワイは通り雨多いと聞いてたが、こんな急に天気って変わるんだな。はい。はい。準備はできてるぜ。行くか。
体が軽いな。体が軽いな。おう。あまり目立ちたくはねえ。さっさと片付けるぞ。うっす。俺の番か。喧嘩ってのは相手を見て拳の振り方を変えるんだ。
の番か。相手にならねえな。コツつかめたんじゃねえか。ありがとうございました。準備はできてるぜ。よう、いらっしゃい。ほう、連れか。ああ、こちら店長だ。この店はカラオケバーなんだが、寂れていて居心地がいいからよく使ってるんだ。寂れてて悪かったな。俺、
カスが一番です。キリュウさんにはいろいろよくしてもらってます。カスガさんか。どうぞごゆっくり。さてまずは軽く一杯行くか。はい喜んで。これを拾うことで得るものがあり、何かを失ったような。いや深く考えるのはやめておくか。よし歌おうか。この歌を送るぜ。チッニュウ。バカみたい。おいおい、チッニュウさん。子供なのね。夢を追って傷ついて。嘘が。はい。はい、下手なくせに笑えない笑顔を見せた。I love you もろくに言わない、はい、口下手でほんまに不器用なのに、なのにどうしてさよならは言えたの。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ。はいはい、あんたが好きで好きすぎて。はいはい、どれだけ強いお酒でも歪まない。はいはい、思い出が、はいはい、バカみたい。イエーイ。
我ながら素晴らしいぜ。どの曲にするかな。この歌を送るぜ。我ながら素晴らしいぜ。よし、歌おうか。Breaking the law, 壊せ、切り裂け天だね。
しさ振り上げた握り拳が俺たちのジャッジメント我ながら素晴らしいぜ。春日。はい。少しは落ち着いたか。おかげさまで。ほんとすんません。飯までごちそうになっちまって。いや、ほんと。ハワイは飯も酒もうまいや。お気に召したようで何よりだ。へえ、いや、地獄に仏たこのことです。こっち来てからわけわかんねえことだらけだ。なんか桐生さんに会って心底ほっとしてます。慣れねえ土地でのトラブルは答えるからな。ほんとそうですよ桐生さん、このご恩は必ずお返ししますんで。期待しないで待ってるよ。いえ、これは口だけじゃないっす。俺だって桐生さんの力になりたいっす。何でもいいんで手伝わせてください。わかった。じゃあ頼りにするよ。よろしく頼むぜ春日。はい、任せてください桐生さん。じゃあこの奇妙な再会に乾杯だ。うっす、乾杯。ようやくお目覚めか。もう昼だぞ。桐生さん、あれ、ここはカラオケバーの2階だ。酔っ払って寝しまったお前を運ぶの結構大変だったんだぞ。いや、すみません。いつもならあれくらいの酒で寝たりしないんすけど。さすがに疲れてたんだろう。寝て少しは楽になったか。はい、おかげさまで。そうか、ならいよいよ行くとするか。あかねさんの家ですね。ああ、俺のホテルの前に車を用意している。そいつで行くぞ。わかりました。おう、起きたのか。いろいろご迷惑かけたみたいですみません。2階も使っちゃって。気にしないでくれ。2階は昔は接客で使ってたんだが、今は客も少ないし、ほぼ物置みたいなもんなんだ。もし寝床がなかったり人目を忍んで話したかったら好きに使ってくれて構わん。え、でもいいんすか。ああ、数少ない常連のお連れさんだ。手厚くサービスしないとな。
またいつでも来てくれ。はい、また来ます、店長。おい。ん？お客さん、アロハ。アロハ。お兄さん、ノリいいですね。陽気さが売りなんでね。ところでお兄さん、うちのお店のお客さんですか？初めて見る顔。ああ、春日一番ってんだ。桐生さんが行きつけの店があるって言って連れてきてくれて。桐生さんのお友達、めちゃめちゃ素敵だよね桐生さん。あの寡黙でどこか影のある感じが特に。辛い過去を背負いつつも誰にも打ち明けず一人でお酒をたしなむあの背中。本当にそんな過去があるかは何も知らないけど、そんな空気を私は勝手にキャッチアップしています。声も眉間のシワも渋くて、もう一挙手一投足どれをとっても男の中の男って感じ。でも時にはちょっとチャーミングなところも見え隠れしちゃったりして。私としたことがつい熱くなっちゃって。改めまして、私はケイ。このリボルバーで店員として働いてんの。よろしくね一番。こちらこそ。ハワイには来たばっかりで右も左も分からねえし、知り合いも全然いなくてよ。いろいろ教えてくれると助かるぜ。なんだそうなの。それならフレンドになっちゃおうよ。一番はアロハリンクスってやってる？アロハリンクス？もしかして知らないの？ハワイで人気のコミュニケーションアプリ、すっごい流行ってんだから。コミュニケーションアプリ？まあ簡単なハワイの SNS みたいなもんだよね。このアプリ最強の売りは、挨拶するだけで相手がフレンドに登録されるところ。ハワイの人って知らない相手でも結構気さくに挨拶するでしょ。だから馴染みやすくて流行ったんじゃないかな。挨拶してるだけでいろんな人とリンクできるし、それをきっかけに顔見知りになったり仲良くできちゃったりするから、すっごい楽しいって感じ。私よそからハワイに引っ越してきたんだけど、しばらくは全然周りに馴染めなくて、なんで誰でも私と仲良くしてくれないんじゃ、ダメだよこれとか思ってたりしたんだけど、試しに入れてみたこのアプリをきっかけにフレンドが増えて、今では前に住んでたとこよりこっちの方が居心地よくなっちゃった。そうなのか。確かにちょっと面白そうだな。俺のスマホにも入れてもらえるか。もちのろんよ。じゃあ早速インストールするね。
へへへ、ありがとうよ。じゃ早速試してみるかな。おい、店先で何くっちゃべってるんだ。買い出しは済んだのか。あ、マスター、ちょうどいいところに。早速マスターで試してみよう。一番。え、マスターもこれやってるのか。ああ見えてバリバリのヘビーユーザーなんだから、マスターに挨拶するだけで OK。 早くやってみて。わかった。ハロー。アロハー。なんだかんだでノリーノがマスターのナイスなところだよね。じゃあアプリを見てみて。きっとマスターが登録されてるはずだから。お、本当だ。すげえなこれ。ねえ、楽しいでしょ。プロフィールで挨拶した相手のことを知れるし、困ってる人を助けたりとか、お店を利用したりしてもフレンドの輪は広がってくの。一番もこれでもっとこの街のことが好きになれるはず。いいな。よし、じゃあ積極的に交流してみるとすっか。目指せフレンド100人超えなってな。一番なら意外とすぐ達成できるかもね。おい、そろそろ仕事に戻るぞ。はーい、じゃ私そろそろ行くね。ねえ、またな。おう、そうだった、大事なこと忘れてた。え、なんだよ。フレンド登録、フレンドになるんでしょ私たち。バイバイ一番、またお店に遊びに来てね。キリュウさんも連れて。おう、もちろんだ。See you。 よろしくなマイフレンド。わかりました。体が軽いな。たまたまその絵を描いた握手してもらったのがすごくないか。そうだそうだな。俺の番だ。行くぜ。
東京だけは貸してやるよ。いつでもやれるぜ。Aloha, where are you at? What you doing? Hopefully it's something on our list today as me and Big P are taking you on a virtual tour of Honolulu in a little segment we call Hotspot. That's right. And whether it's your first time touching down, you're out here once again, or you're living local, there's always something to do, someone to see, and somewhere to be out here in Hawaii. Now, to slip in a word from our sponsor, if you're not sure where to start, swing by Alo Happy Tours on one of their many locations across town, and they'll point you in the right direction. That spot with the banana guy running around. Yeah, the banana guy. What you looking at? What do you mean they're... You'll be shipped home in a bottle. I'm going to take you ready. What in the banda? Let's go. Wasting my time. This is gonna hurt. Look at me now!
終わらせる。The mascot? He's supposed to be a palm tree. Hey, all I know is to me he's the banana. Aruha! Hello! Nanda?元気だな。アルハ。調子良さそうだな。へえ。なんだ。いらっしゃい。ありがとうございます。いらっしゃい。ありがとう。いらっしゃい。Aloha. いただきます。いただきます。ごちそうさま。Thank you. Thank you.
Aloha. Thank you. Aloha. Thank you. いい調子だ。That guy makes me want to whip up a smoothie. Hey, you know what? Smoothies are really good. I like the ones with the bananas and the strawberries in it. Mm. Alright, anyway, while you do that, I'm gonna dive right into the fun. Now, obviously, the first thing a lot of people are... gonna do is probably wanna hit up Aloha Beach. Catch some rays, catch some waves, catch some frisbees, volleyball. Balls, you name it, just don't catch the volleyball with your face. Anyway, there's always something going on out there, whether you're on the sand or in the water. Just make sure the bad guys don't catch you. Well, first banana guys and now bad guys? Yeah. I'm sensing a theme here. Yeah, you know, like when you're out there swimming in the ocean or just having a stroll on the pier, you're telling me you don't run into bad guys? No. I mean, I do see some weirdos from time to time, but it's not like they're picking a fight. I guess they don't want to mess with the great white. 車に気をつけて渡らねえと体が持たねえな。まあ、当たり前だよな。はい、Howley! Oh, impressive, bro! No, you probably just think I look too broke to rob. You know, I've had the same shirt since before some of them were born. Then cross the street and grab a new umbrella. Then while you're at it, grab a cup of coffee at Morning Joe's, then head up to Resort Boulevard or Makani Avenue for some good eat. I knew... You're gonna regret this!俺の番だ。上昇。Somehow, tell us more. I will, brother. Well, Waikiki is all about its hole-in-the-wall spots. Stuff that ain't on no tour guide. Kevin's hot dogs, Pizzeria Feliz, and Mama Masala. That is if you taste it. Get born, my friend! Koukai suru na yo. Ore no fan da! Huh? Hey, what's wrong, you little worm? You're a bank. You're
やるぜ。Get a Wahoo burger. Thick, juicy patties, man. I don't know what they put in there, but that stuff is addictive. And if you get ketchup and grease all over you, head west to the Worldwide Market Village for more shops and more food so you can repeat the cycle all over again. That seems like a place I'm gonna have to buy myself a new shirt. Or you could save your money and wear a bib. Or, you know, do your laundry. Oh, not me, brother. I can stay local all the way through. Only get in, Mike. Oh, Shrek, you coming? Rich, you're the best! Bring it on! What's wrong? Scared? I just get away. Heading west on the map or go up to Little Japan? Let's keep it east of Aloha Bridge for now and do Little Japan. You got it. Thing is, Little Japan's always been a bit of a mystery to me. You just need to know where to go, my friend. I know somewhere you'd like. Shinobi Sushi. Yattaze! That's interesting. It's a cross between a family restaurant and an authentic sushi bar. So the decor, you know, comes across as sometimes a little bit hokey, you know, with... Hey, hey! 遅かったじゃないか! ささ、こっちこっち! Huh? 確か未経験だよね。でも大丈夫。面接で見た時から相性の良さにグッときたんだ。実物はもっとナイスガイだね。それじゃあパラキーコ君、よろしくね。おい、よくわかんねえけど、人違いじゃねえか。俺は日本人だぞ。え、君はこの前オンライン面接したパラキーコカズ君だろ。悪いが人違いだよ。俺は春日だ。なぜどうして来ないんだ。集合時間を1時間20分も過ぎてるのに。それはバックレられたってことなんじゃねえのか。ノー、パラキーコ君はそんな子じゃない。私の男を見る目は確かなんだ。オンライン面接で見ただけの男だろ。連絡もなしに初日から遅刻かましてるし。画面越しでも人柄の良さが伝わってきたんだ。凛とした瞳でハキハキ語る男でね、本当に君そっくりのいい男なんだ。ど、おお、なんか照れるな。しかし春日君の言う通り、無断遅刻は事実だ。このままでは店のオープンができない。何せ予約がパンパンだからね。他のバイトにヘルプに来てもらうとかできねえのか。私一人でやってるお店なんだ。今までは席を絞って細々と営業してたからやっていけてたのさ。幸先悪いな。パラキーコを雇って今日からバリバリお客さん入れて営業するつもりだったってことだろう。イエス、その通りさ。パラキーコ君、事故にでも巻き込まれたのかな。もうすぐ来るかな。信じたくなるあんたの気持ちもわかるが、代わりを探すか客に謝る方が
現実的なんじゃねえか。代わりなんてすぐ見つからないよ。気に入った人にしか店は任せられないからね。ウェイターは顔つきが命だと私は思ってるんだ。キリリとした眉、深みのある表情、野心的な瞳、それこそ頼れるウェイターの勲章なんだ。ん？待てよ、逸材がここにいるじゃないか。パラキーコ君そっくりな頼れるウェイターの顔。君なら制服もバッチリ似合うよ。お願いだ、今日一日だけでいい。うちのお店で働いてくれないか。春日君と働きたいんだ。悪いが、料理はからっきしなんだよ。ちゃんと教えるから大丈夫。注文を取って料理を客席に運ぶだけだよ。春日君とここで会ったのも運命だと思うんだ。日払いだし、まかないも出すよ。どうかな。春日君、ありがとう、ありがとう。春日君はウェイター未経験なんだよね。ああ、何をやりゃいいかさっぱりだ。それじゃあ開店までの間レクチャーするさ。ささ、こっちこっち。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
春日君のおかげでライターさんと知り合えたし、今日はハッピーデーだよ。ここに来てくれたらまかない弁当をご馳走するから、また遊びに来てよ。おう、また来るぜ。さて、ウェイター探しをちゃんとしないとな。春日君ほどの人材が見つかるといいけど。経験もねえし、料理のことも知らねえ俺よりはいいやつがきっと見つかると思うぞ。ノーノー、私が大事に思っているのは人相なんだ。春日君のその眼差しと表情、バイトをバックレたパラキーコ君の履歴書を見た時、その顔にピンときてさ。指名手配犯みてえだな。ウリ二つの春日君が現れた時、奇跡だと思った。こいつなら絶対お客さんから信頼されるって。顔を見ればわかるんだ。オビさん、そこまで俺を信用してくれてたんだな。すみません、アルバイト遅れました。今日からお世話になるパラキーコカズです。全然似てねえじゃねえか。Ninjas sticking to the walls everywhere, but I'd say it's also, you know, part of the charm, assuming the ninjas don't try to kill you while you're eating your sushi. You know what, though? Keeping you on your toes, that's what I like about my sushi. And you know what I always wondered? What makes a sushi bar authentic? I always thought sushi was just sushi, you know? You know, it's a very good point. Sushi can just be sushi, and a lot of different folks have different answers, but to me, you know, it's what are you staring at? I'll sue you! するなよ。俺の番だ。ほら。行くぜ。手数がいるな。シュート。相手にならねえな。調子だぜ。Consists of, you know what I mean? If it's nigiri, sashimi.Or tamaki, you know, those are hand rolls. I consider that traditional sushi myself, personally. Oh, slow down, you're losing me, bro. Dunk it in tempura batter. Throw it. Put in the fryer and put the toppings on. That's fusion or American sushi. Okay, so.American sushi's got more stuff in it. American everything has more stuff in it. Now, if you're a real purist, you might say all the extras hide the flavor. But you also have to consider that raw fish isn't exactly common on the mainland. So if getting, say, a baked salmon roll slathered in sauce gets you to take the sushi plunge, I say more power to you. That's right. Let people enjoy what they wanna. Agreed. Anyway, moving along to some more traditional stuff, we have the...Ryukai Shrine. No! And in the upper part of Little Japan, it's very rare to have a Shinto shrine outside of Japan. That alone makes it a big...
Definitely a lot of history there. Yeah, then you have the Ganryujima Armory. They sell katanas, ninja daggers, ninja throwing stuff, probably ninja suits, ninja boots. Ninja. If it's got ninja in it, they probably sell it. So I'm not sure you can take any of that on the plane with you, though. So maybe the shoes. It's not a joke, shithead. You'll regret it.受けてみな潰れちまえ俺の番かついてこれるかよ。まだ強くなれるとはな。Kunai, I was trying to think of the word. Kunai, that's the word. That's one of the words. I hear you. Everyone else beware too. If I saw someone with a big old sword coming at me, I'd be running the other way. If they came at you with a sword, the cops would be all over their ass. Swords never win in a gunfight. I don't know, Mikey. You never see those samurai flicks where they slice up the bullets midair. Like... Yeah, you know what? I would say I have... Get out of my car!俺の番かついてこれるか。よしやるぜ。ほら。I have seen the movies, and I would say also don't try that at home. You know? You know what you can do? Try. There's a spot I know in Little Japan. Go there with an old buddy of mine. Revolve bar. Nah, it's just revolve, people usually say. It kind of sticks out like a sore thumb, don't it? Man, but the place used to be hopping thin. Oh, packed every Friday and Saturday night. Ghost town now, though. Yeah, it's still in business, like... As I heard, I would imagine that most people would rather drink at Ocean Boys down at Crystal Aloha, though, to get that nice view of the ocean. Maybe take a dip in the pool, all buzzed, and come back out of bait. I'll be collecting your debt. Let me get it. Rich, get it. Look at me now. これのついてこれるね。No more holding back. Take it. Shit. Brilliant. No banda. Go to the kitchen. Dana.
out even more buzzed, because they might put vodka in the pool. Are you buzzed right now? It's possible. It's possible. Keep the alcohol at home, huh? Again, don't try any of that at home, huh? You know what you should try at home? A sound jet! How free to the Street surfer. Spoken like a true howling. What? They're fun. Who cares if you look like a doofus? Ah, who cares if you're clogging up the streets, getting in everyone's way, huh? Hey, share the roads. Hi. Ah. いただきます。いただきます。ごちそうさま。Thank you. いつでもやれるぜ。What? All right.
コツつかめたんじゃねえか？悪くない気分だぜ。Put you in your place. マチコさんの千秋？はい、マッチングアプリの山岡さんですよね。いや違うけど。え、でももじゃもじゃした頭でヒゲが生えてて、ここで待ち合わせって。あ、多分それ僕です。あ、あなたが山岡さん？すみません、人違いでした。あ、いえいえ、会えてよかったですね。はじめまして、山岡さん。思ったよりも背が高いんですね。千秋さんこそ思ったよりも可愛らしい。嬉しい。じゃあ行きましょうか。はい。いや、こんな自分好みの素敵な人に会えるなんて、マチコさん様々ですよ。私も。マチコさんは私たちの恋のキューピッドですね。なんなんだ一体。マチコさんって誰だ？あたしだよ。だあ！人を見てうわーはないだろ。あんた失礼だね。すみません。あなたがマチコさん？いかにも。私が伝説のハワイの占い師、マチコでございますよ。
そうか。俺はカスが一番だ。なんだい？いや、さっきのカップルがマチコさんのおかげで出会えたとか言ってたからさ、あんたすごい占い師なんだって思って。何言ってんだい、私の占いなんてインチキさ。恨まれたことは数知れずだが、感謝されたことなんて一度もないよ。え、インチキ？ああ、もし私が本当に占いができたなら、人の恋なんてどうでもいいことなんか見ないで、株価 FX でもやりますよ。じゃあなんでマチコさんに感謝してたんだい、あのカップル。ああ、それはきっとこれだよ。なんだこれ。マッチングアプリだよ、私が作ったね。作った？ああ、ほらアプリの名前見てみなよ。マチコさんって書いてあんだろ。ほんとだ、私の名前から取ったんだよ。マッチングだからマチコさん、ベストなネーミングだろ。ああ、あのところでマッチングアプリってのは？え、あんた知らないのかい？マッチングアプリ、マジかい。すまん、そういうの疎くてよ。マッチングアプリってのは出会い系アプリとも言われるものでね、主に異性が出会うために使うアプリだよ。自分の思考とかを入力すると、このアプリを使ってる他のユーザーが見てくれる。そして興味を持った人がいれば連絡をくれるって代物さ。もちろん自分もお好みの人に連絡することができる。要はオンライン上の出会いの場ってところだね。なるほど。で、気に入った人に連絡を取って、その後はどうなるんだい？メッセージをやり取りして、こいつはダメだと思ったら切られるし、いいなと思ったら約束をして実際に会うというケースが大半だね。マッチングアプリはあくまでリアルな恋人や異性の友達を探すのが主目的のサービスだから、実際に会うのが一つの目標さ。会った後は？そりゃ当人次第だけどね。だいたいデートしていいなと思ったら付き合うんじゃないの。クソだなと思ったらそれっきり。その後結婚するカップルもたくさんいるし、ただのちょめちょめ目的の男女もいるし、まあいろいろだよ。ちょめちょめ、ああ、ちょっと興味を持ったかい？いや別に。それよりよくアプリなんか作ろうと思ったな。あたしだって作りたくて作ったわけじゃないけどね、本業の占いが儲からないから仕方なく始めたんだよ。ずっと占いとか恋愛相談とか人の恋路をネタにして金を稼いできたんだけど、最近の子ってネットに精通してるだろ。高い金払ってこんなババアに相談するような情報に疎い子、最近あんまりいないんだよ。だから生活が厳しくなっちまってね、それで始めたのさ。作るのは大変だったけど、これなら私の経歴や経験も活かせるし、何より儲かるって噂だしね。なるほど、すげえな。まあでもまだ完成とは言えないけどね、バグもたくさん残ってるし、ベータ版ってところかね。ベータ版？ああ、あんたにわかるわけないか。まだ完成前のテスト運用中ってことだよ。本来は全世界向けアプリとしてリリースしたいんだが、今はとりあえずハワイに絞って実験と改善をしているんだ。ほう、
でもなかなか登録してくれるユーザーが増えなくてね。特に最近は男が足りてないんだよ。ユーザーが多くないと改善点が見えてこないから募集を強化したいところなんだが。そうだ、あんたやってみないかね。え、俺？ああ、なんかモテなさそうだし暇そうだし、ちょめちょめもしたいんだろ。サンプルとしてはもってこいだ。な、何言ってるんだよ。ちょめちょめとか興味ねえし、それに俺には心に決めた人がいるんだよ。だから他の誰かにモテなくたっていいんだよ。かあ、いい歳こいって童貞臭いこと言ってるんじゃないよ、このおっさんが。そんなこと言ってるからモテないんだよ。どうせその心に決めた女にも振り向いてもらえてないんだろ。え、なんでわかるの？占い？そんな占わなくてもわかるわ。誰かを思うのはいいけどね、それを理由に自分がモテないことを正当化しちゃダメだよ。そもそもだけどね、いろんな女にモテた方が本命の子を狙うにも一番いいんだよ。え、どういうことだよ。例えばあんた買い物に行った時、人気のマグロの刺身と不人気のマグロの刺身があったら、どっちを買いたくなる？人気の刺身。そうだろ、それと同じだよ。誰にも見向きもされない男より、他の女にも人気がある男の方がいいに決まってるだろ。誰からも買ってもらえないまずそうな不人気マグロですけど、誰よりも買ってほしい気持ちは負けません、なんて言われても買わんだろ。でもよ、一途っていうか純粋な愛情がやっぱり大事なんじゃないかと。かー、何が純粋な愛情だ、シャラクサイ。100歩譲って純粋な愛情が大事だとして、あんたそれを貫いてうまくいってんのかい？言ってないです。ほれ、見たことか。私の占いはインチキだけどね、あんたの未来だけは見えるよ。このままじゃあんたはその子と一生一緒になれないでしょう。未来確定、残念。そんなじゃあどうすりゃいいんだよ。だから言ってるだろ、こいつに登録すればいいんだよ。こいつでいろんな女の子と駆け引きを経験して立派なモテる男になる。それがあんたの思い人と添い遂げられる唯一の手段だね。でもよ、いろんな女の人と話すんだろ。それって浮気つうか。バカか、あんたは。そもそもその女と付き合ってもいないのに浮気もクソもないだろ。浮気は彼女とか奥さんがいないとできないの。あんたには浮気する資格もまだないの。悲しくなってきた。とにかくあんたが男を磨くにはいろんな女と交流するのが一番だってことさ。あんたが経験を積んで立派な男になる。それが結局あんたの思ってる女のためにもなるんだよ。アンダーさん、本当かな。とにかく百聞は一見にしかずだ。まずは一回お試しでやってみな。な。まあお試しくらいなら。よし、じゃあ行こう。私の事務所にレッツラゴー。
コンを変えられるよ。プロフィールを編集できるよ。の出会いの記録だよ。あんたの出会いの記録だよ。どんどん課金するんだよ。これでどうだ？マッチしたぜ！
振り向かせてみせるぜ。よっしゃ、いい反応だ。なんて改造か。これにしよう。そうだな、やったぜ。喜んでもらえたみたいだ。いだろうこれ。なんて改造か。これだ。そうだな、よし。喜んでもらえたみたいだ。どうしよっかな。なんて改造か。これにしよう。そうだな。よっしゃ、いい反応だ。どうぞ。どうしよっかな。なんて改造か。これだ。そうだな、よし。嬉しい。
ありがとう。よし、全力でアピールだ。なんて改装か。いいぞ。やったぜ。よし。いいぞ。頼む。俺とデートに行きませんか。よっしゃ。どんな子か楽しみだな。一番さん、やっと会えたね。俺でした。おめえ誰だよ。こんなはずでは。ふぅ、どうだい、初めてのマッチングアプリ体験は。いやはや、なかなか奥が深いな。自分を魅力的に見せる会話ってのは思った以上に難しいもんだな。そうだろう。自分ってのは分かっているつもりでも、いざ人に伝えようと思うとうまく言葉にできないもんなのさ。対面だと容姿や雰囲気で伝えたりごまかせる部分もあるけど、アプリだと言葉だけだからね。より言葉が重要になってくる。人間性ってのは結局そいつが何を言うかなんだよ。アホの言葉はアホな言葉になるし、誠意あるやつの言葉には誠意が宿る。言葉は人間を映す鏡なんだ。だから普通に出会うよりマッチングアプリの方が人間性で相手を選べると言えるのかもしれないよ。なるほどな。言葉は人間を映す鏡。そいつが何を言うかで人間性が決まるか。あ、なんか思い当たることでもあんのかい。なあ、俺その好きな子にひでえこといっぱい言っちゃったみたいだよ。もちろん自分としては思いを真剣に伝えたつもりだったし、悪意も大もなかったんだけど、結果的に俺の言葉でその子に嫌な思いをさせちまったんだ。だから言葉の大切さってのはよくわかる。真剣に思ってればいいってもんじゃねえ。ちゃんと伝えないとダメなんだよな。少し分かってきたようだね。大丈夫。このアプリで誰かと、そして自分と向き合えば、きっとあんたの魅力を正しく伝えられるスキルが身につくはずさ。あんたは多分いいやつだよ。不器用なだけ。ちゃんと伝えられるようになればきっとその子も振り向いてくれるさ。本当かよ。ああ、私の占いは当たらないけどね。勘弁してくれよ。本当はあんたから登録料とかがっぽり騙し取ろうと思ってたんだけど、気が変わったわ。私はあんたの恋を応援する。登録料はなしでいいよ。え、マジかよ。ああ、あんたは貴重なサンプルユーザーだしね。金もぼったくれるほど持ってなさそうだし。ありがとうよ。あ、でも勘違いしないでおくれよ。全部無料とは言ってないから。このアプリは課金制でね、課金すればするほどあっさり相手を落とせるように作られているんだよ。
課金しなくてもうまくやれば全然大丈夫だけど、課金したかったらその分は自分でしな。そこまでは面倒見れないからね。なんだよ、課金しねえとうまくいかねえとか詐欺じゃねえのか。何甘っちょろいこと言ってんだい。そもそもこれは商売、ボランティアじゃないんだよ。きちんとアプリをアップデートし運営を続けるにはすごい金がかかるんだ。基本無料って書いてあるからって、何でもかんでも無料で楽しめて当たり前、無料で 100% 楽しめるなんて思わないことだね。最近多いだろ、大して課金もしないくせに。運営がミスしたらやれクソゲーだ、やれわびしよこせだ、本当にけしからんよ。どれだけアプリを作るのも運営を続けるのも難しいと思ってんだ。たくもんとにもごめんね。あんたは何を言ってるんだ。ああ、こっちの話気にしないでくださいな。とにかくこれからも頑張ってマッチングするように。愛する女を振り向かせたいんだろ。ここハワイで男を磨いて、その女子に再アタックだよ。いいね。わかった。いらっしゃい。またおいで。いらっしゃい。またおいで。でもやれるぜ。アロハ。Thank you。いい調子だ。